ルブフゲット、ルブフゲット、レンベルクゲット、リビウゲットは、ナチスドイツがルブフに設置したゲットである。ポーランド総督不良に設置されたゲットの中では3番目に人口が多かった。1939年9月、ドイツ軍とソ連赤軍によるポーランド侵攻後、ポーランドのルブフはドイツ軍によって占領された。独ソ不可侵条約の秘密協定に基づき、ドイツはソ連に ルブフを引き渡した。以降、しばらくルブフはソ連によって支配されていたが、1941年6月にドイツ軍がソ連軍のポーランド占領地域へ進行を開始すると、ルブフもドイツ軍によって占領された。ルブフは1939年9月以来、ドイツ軍のポーランド占領地域に設置されていたポーランド総督府の領域に組み込まれることとなった。当時、 ルブフには11万人のユダヤ人が暮らしていた。1941年11月にルブフゲット建設の命令額だった。命令では12月までに建設せよとのことだったが、完成したのは1942年8月だった。ルブフゲットはラインハルト作戦で絶滅収容所へ移送された最初のゲットだった。1942年3月から、 月頭住民の移送が開始された。1942年8月には、激しい移送が行われ、6万5千人のユダヤ人が、ベヨジェツ絶滅収容所へと移送された。数千人だけがレンベルクヤノフスカ、強制労働収容所へ移送され、強制労働に従事した。ナオルブフ月頭のユダヤ人評議会議長、ヨーゼフ・パルナスは、月頭住民の移送に反対し、 ドイツ当局によって銃殺されている。リビウに立つ、ホロコースト記念碑1944年7月に、ソ連赤軍が再び、ルブフを占領したが、ルブフ月トにはもはや数百人しか残っていなかった。ありがとうございます。